はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは。はい、というわけでさあ、今回もフォールガイズやりますけど、はい、さあ、アップデートによってね、やっぱいろいろ変わった部分ありますけど、それでもなおやっぱり勝てるようにちょっと練習していかなきゃなというところでございますが、いいですよ。やっぱでもね、相手を蹴落とす能力もちょっと問われるようになったね、そろそろ。そうね、やっぱ狙った獲物は逃がさない。うん、そんな、なんだなんだなんだ、ね、あ、ごめん、ちょっと撮影中だからさ、どかさないと。言って、ちゃんと。え、言って、猫に。猫に猫に言って。西沢にじゃなくて、猫いるよじゃなくて、うん、猫に、撮影中だからって。うん。それ、しつけれないなら買わないで。いや、しつけるとかじゃないのよ、これもう。このレベルは。言うこと聞かせれないなら。言うこと聞く、聞かないってやばいよな、もう猫って。一生聞かない猫いるもんな。見た、あの、なんか、女の子の配信者、海外の。何が、あの、猫飼ってて、おう、あの、配信してるときにこう、肩のところに来たから、うん、猫ちゃんチューチューってやったら、うん、ガッて目引っかかれて、目から血がタラタラって出てくるっていう怖いわそれ何その話。だからもうそれってやっぱその、なんつうの、多分しつけしてないとかのレベルじゃないんだよ、多分もう。もう本当にタラタラ猫の気まぐれで怖いわそれ。怖いよな、猫嫌だわ。いやいや、それはでもね、信頼関係を築けて。あー、まずい。ここで落ちるのが一番ダメ。連携しよう。嘘だろ、待ってくれ俺が行ってからしてくれいやでも全然なんか、あ、いやいや、俺行けるわ。なんか、だからしづらくなった、もしかして。なんか、ちょっと動くの遅くなってるかも。ちゃんと体重がちゃんと計算されるようになったのかな。一人でもガーって倒れてたじゃん、あれ結構、うん、それが倒れづらくなったみたいな、あるかも。オッケーオッケーオッケー。あー、だから結局その、そっち側に人が来るからそうなっちゃうよな、うん、まあおとなしくクリアするわ。思ったよりでもなんだあいつちょっとあいつあ、ちょっと、ずーっとあの、なんか空中でずーっとスーパーマンのポーズして止まってるやつだから気になってみちゃった。猫ってさ、うん、お手とかしてくんないの？お座りとか覚えさせれないの？なんか芸を覚えさせてる人はいるけど、うん、多分相当かかると思う。そのあと個体差がすごいと思う。覚えようとすること。でもうちの猫は名前呼ぶとこっち向くし、俺のお疲れ様でしたーって言うと来るよ。今のとか来ないんだけど、あ、終わったんだなっていう。そうそうそう、終わった音っていうのを覚えてる、ちゃんと。ああ、なるほど、ね、こいつ暇になったんだなって音を覚えてる。じゃあ犬よりは知性ないんかな。どうなんだろうね、同じレベルだけど使い方が違うみたいな。犬は飼い主さんのために覚えるとかさっていう、飼い主好きだけど、多分猫はその自分が生きやすいように生きようと。まあでも盲導猫いないしな。確かに確かにね、ダックスフンドとかでも傷つけになってるからね。あれ相当頭良くないとできないよね。ね、ってことは猫の方がちょっと野生的なんかな。多分ね、多分アホだと思う。だいぶ我慢ができないから、ね、多分猫って。犬って我慢できるじゃん。あそうだね、待てね、うん、猫できないんじゃないか、わかんない。 いるんだろうけど、できる猫は、うん、確かに待てしてる猫見ないな。そう、するイメージない。ほら、これだいぶ減ったんじゃない。なんか誰かがなんか悪さしてたな。悪さしてる気がする。規定人数いけてなかったね。うわー、あ、結構減ったね。結構いったね。7人ぐらい。シーソーいいね、やっぱこれ起こるもんね、うん、シーソーこれが大きいんだよ。そうはいいね。これで次スライムクライムだったらもう最高なんだよな。そのまま決勝。あー、ロールアウトか。ロールアウトもまあでも絶対規定人数落ちるから、うん、ちょっとこれマジで気をつけろ。ロールアウト最近なんか落とし方もちょっとなんか最適化されてんだよな。ちょっと狙う、これ何落とするか狙ってみる。うん、じゃあ落とす側に回るわ。ちょっと俺も落とすの狙うわ。ちょ、落ちてもいいから。くそ、そういったか。うん、ね。ってことはやっぱ人数いるとこなんだな。落とすを狙うと。くそ、ダメか。今の悪くないな。あ、これ、ね、打ち出すっていうイメージだな。
でも。やべ、なんかあれ買っちゃった。え恨み買ってる。恨み買ってる。方法から恨み買ってるじゃん。恨み買ってるね。確実に狙いに来てるね。俺のこと。やばい。それも大事。そこもね。かあ、やばい。一旦もないようにしよう。むずいな、落とすの。狙って落とすのはね。やっぱそのギリギリでなんかこう行こうとしてる人がいない限りきついね。ジャンプしてこうギリギリで乗り移ってる人とかじゃないと危ねえな。いや一人も落とせねえ。いやーむずいわ。ちょっとやっぱ落としてる人ってうまいんだな。いやでもマラだと思うわ。落とした。やっお一人やった。うん、分かった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 。壁際、あーおー、落ちないか。うわ、危ねえ。わかった。あ、ここ落とせそう。うわー、くそ。落とそうだったのにな。チャンスが。あのカンカンすげえな。よく生きたな、今。よし、落とした。うわー、すごい。全然落とせないわ。もう。全然。いやー、てか早いな足場。こいつとかいけんじゃないか。よし、ダメか。ダブダブダブ。おお。いやこれ終わってなかったら俺行ってたかもしれない。そのまま二、うん、人ぐらい引っ張りながら。危ねえ。いやーむずいな、こうやって意識すると。二人落とせたわ。すごいすごい。慣れればなんかいけそうな気はするわ。あー、タイミングというかね。うん、ここが1だね、ボンバーマンと一緒。なるほど。あ、死ぬなっていう、掴まれたら死ぬなっていう位置があるわ。その位置は倒せるなっていう、うん、なるほどね。いや、プロパもよ、これもだ、これも、これはなんなら何人落とせるかだから、これはね、落としに行かない方がいいと思うんだよな。嘘。やっぱここは生き残ることだけ考えない。床のさ、ジャンプしなきゃいけない床が来るじゃん。うん。うん、あの目の前でちょんって触る。ああ、なるほどね。ちょっとタイミングずらすみたいな。うん。ありだね。そういうのできればいいけど、結構リスクの方がでかいような気もするね。あと結構じっとしてても落ちるしな。うん、そうなんだよね。ああ、このパターンはね、なんだろうな。このパターン多分難しいの来ないと思う、最後。そうね、最後これは難しいパターンじゃないね。うん、ジャンプかな。ジャンプ。いや。ジャンプ、この字がジャンプだって気づいたな。じゃあこの字が最後簡単なのか。逆にやばいな、ちょっとさっき掴んだやついないかな、これ大丈夫かな。やっぱさっき、いや、そうなんだよ、恨み買ってんだよ絶対。あ、でも方法落ちてるじゃん。方法いないよ、あのさっき水沢がバトってたフクロウの人。あ、おいお前、おい、俺から恨みを顔すんな。やっぱ真面目にやってる封じが一番その被験者になりやすいから。うっざっ。よしよしよし。いや、ここは落ちないな、まだ。あ、てめえ。よしよし。あ、あ、あ、くそ。行ったと思ったら復帰が早いでしょ、一番もう最前列に。最前列でもね、足ひあのつま先下がったら終わるけどな。あ、刺さった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 。あー刺さったやだ、もう人の邪魔感じだね。もうつま先刺さってもあれ何なんだろうね、刺さんの。分かんない。やり直そう、ね、これはやり直そう、やり直しましょう。やっぱダメだ、邪魔ばっか考えてたら。ここはちょっとやっぱ危ないかも、うん、ブロックパーティーはやめよう。うん、あの回転もやっぱやっいいけど、ね、でも回転もなんかその落とすために動き回るようになるじゃん、うんうんうん、その一人で何も黙々とやってる時より。そうだね。だからやっぱ事故率上がると思うんだよね。おろそかにはなるよね、やっぱり、うん、その次の渡りが自分の。そうなんだよね。いや、いいバランスできてるわ、ほんと。スピンレスね。はい。さあ、スピンレス、どの方なんだろう。スピンレースは。あー、またノーマル。あー、でも、なんか、あれ、ギミックは増えてないね。変わってないね。うん。あー、回転が逆になってるね。真ん中のとこの。なるほど。うん。基本は半時計回りなんだけど。いやー、また明太子だよ。明太子。つかまれた？つかまれた。パンツ明太子ね。あ、終わったかもしれません。終わった？そう。
ここ終わんないだろ、大丈夫だ、さすがに。ここは終わんない。いやもう、一回ビリーになりかけたね。あ、ほんと、ここでね、結構ね、あれ入るから。みんなね、このね、隙間抜け知らないから、トールの。あんましないよね、みんなね。うん、これ壁際で抜けるのが一番早いんだ。あ、でもここぐちゃりぐちゃぐちゃしながらジャンプするのやだな。あ、でもここでね、ここ意外とみんな落ちてくんだよな。ここ？うん。俺今もう俺の前の10人ぐらい落ちて、今一気に抜いた。下に。うん。一気に抜いた。あ、うん。40位ぐらいだったのにもう今一桁。あー、黄色ボール。大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。大丈夫か。いや結構ギリギリ30位ぐらいだ、ね、怖いね。結構ギリよ、うん、確かに。あ、でも早いね、やっぱ早い早い、全然早いわ他と比べて。グルファイ、グルファイね、いいね。レース続きは楽しいね。いいですよ、グルファイ楽しいけど、やっぱここがスライムクライムだとね、なおいいんだけど。おー、変わってない。まあ回転の方向だけか。そうだね、まあ、ここちょっとむずいもんな、やっぱそもそもが。うん、最後らへん結構さ、全然いけないって人いるじゃん、落ちまくっちゃう人。そうね、確かに。そういう意味ではそこまでテコ入れするほどのなんか難易度の低さは出てないんだろうね。やーい、おー、やばい、それは。おーおー、よし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 やっぱ弾かれてるやついんな、ね、あそこ意外と弾でも弾かれても入ってるもん、そのまま。ちょっと待って、よし。え、そっちか、いけると思うんだけどな。あ、いけた、うん、いけるな。あ、やべ、やった。あ、そこ怖いね、そこの1回飛びは。確かに。よし、オッケー。文句なーし。よし、怖い。もうだ、20位ぐらいまで待とうかと思ったけど、その度胸なかった。おお、来た。ちょっともう邪魔しません、今回は。今回は邪魔しません。まあ、この人数はしかも怖いな。結構多くない？そうだね、多めだね。何人？28人いるね。29人か。まあ前にいりゃ。さっき刺さったからね。そう、つま先がやっぱ。おい、こいつおい、前に押し出すできんじゃないこれ。前にいるやつ、こうやって。あ、ね、抗える、スティックで。スティックで向き変えれるから、こうやって。だから逆にその掴んでる、そうそうそう、掴んでる方がパッて離れるときに後ろ下がるから、うん、それでこう入れ替えができるときがある。ここ、お、てめえ、あ、ごめんお前が、じゃあ行けや、ほら。そう、この水色明太、なんかサボテンの方がなんかキャラでかいような気すんな。あ、でもこの前ね、それね、うん、あの俺オオカミ相手にした時に、うん、フォールボールでオオカミと戦った時に、まあ、うん、フォールボールちょっと判定むずいけど、めちゃくちゃあのボールにオオカミ部分めり込んでたの、うん、あ、めり込んでたってことは、そうす、判定ないってことだね。スキンに判定はないと思う、さすがにないか、うん、あったらねあったら多分好きにしちゃうよ。そう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 、あのホットロックにすると思ったの、全員。面白いけどな、このバナナの上のところになんか引っかかるとかあったら面白いな。あー、あぶねー、あぶねー、それで死ぬ時あるからな。あー、これあるよ、つま先、これ。いやいやいや、これ前に入れ大丈夫なのよ。なんでちょっと引っかかるんだよ、これ。今ちょっと掴んだんだけど、どうだった？飛躍した？ちなみに俺も掴んだ。だから、あ、そうなんだ。そうそうそう、あのちょうどうまかった。危なかったな、今。
やっぱの掴んだ判定がちょっと遅れてくんだろうな。そうだ。だから結構ギリギリまで掴まないと効果ないかもね。ああ、ヒアローだ。なんか最近ね、ヒアローダメなのよ。ああ、まあわかる。なんか、みんな分かってきたせいで、そう前がギュッてなるね。ダンゴール。ごちゃってなって、マジでなんか意味わかんない滑り方して落ちる。グーンってね、押されて。そう。あれどうしようもないもんね。そう。角とかね。いや、しかも、人数多いぞ、これ。多いね。12人、クリアで。クリアで12人か。やばいな。やっぱここら辺のさ、そのなんつうゲーム決まってきたじゃん、結構。ああ、人数で。それもなんか。ほら、もう落ちるよ。テコ入れされてんのかな。もしかして。そりゃ落ちるよ、そんないたら。いや、これはきついな。これきつい。だいぶきつい、これ。うん、後ろにいてもいいぐらいだと思う、これ。ね。で、前でごちゃって落ちるのを願って待つぐらいの方がいいかも。ああ、いいね。この踊り場。踊り場の真ん中ね。踊り場いいね。そこか。いや、俺これゆっくり行こう。絶対落ちる。前の人がね、絶対どっかで落ちるから。行きやがった、あいつ。あの鳩。よいしょ。じゃあクリア。クリア。もう13位だったわ。俺だけが、ね、俺だけがポトってゴールのところに落ちてた。くそ。やっぱね、ヒアローはね、一番こうなる感じあるよ、最近。いや、あのハトが、ハトもクリアしてねえし、あいつ。道切り開いたハトが。あー、ジャンプショーダウン。なんかね、これも最近クリアしてねえんだよな。調子悪いのばっか。昔余裕だと思ってたんだけどな、これ。まあね、これ、まず運ゲー勝たなきゃいけないからね、その、足場が。多い方にいても多い方全部なくなるときあるから、たまにあるよね。あるじゃ。それもランダムじゃないような気がするんだけどな。最初の崩れ方とかで分かりそうなんだ。さあちょっとじゃあ西沢君の見ながら私はこうジャンプしましょうか。あでもここから行くパターンだ。そうだね。とりあえずもうつなぎ目にだけ気をつけて、床の。それさえ気をつければ大丈夫だな。ああ、その消え方怖え。あ、でもこれ端っこから消えてくパターンじゃない？たまにそれでね、真ん中崩れてすんだよ。ほら。いけそうだね。なるほど。ナイスナイス。ってことは2枚残りか。2枚残りだね、これ、多分。ああ、ほんとだ。ああ、よかった。もう安心だね。2枚残り怖いけどな。あ、2枚残りだ。2枚残りですね、これは。これ落とし力がちょっと問われるよ。そうなんだよね。ったら、これ落ちないからもうこれって。あそこ怖い。その隙間、ほら、この足場の隙間マジ怖いから。普通に足引っかかって落ちるから、ね。まだそれでやられたことないんだよな、隙間で。ジャンプできない。みんな言うよね、隙間が。ジャンプできないから。おい。え、隙間？いや。隙間じゃない。あ、わかんない。隙間だったのかな、わかんない。なんか動けなくなったけど。隙間はやっぱり。隙間じゃなかったと思うよ、今の。ジャンプ判定なのよ。多分、シンプルミスだったと思うんだけど、ね。もう、もう調子悪さ出てるわ、その、ショーダウンの。ショーダウンね、これ、やんないとダメだな。やっぱりやってないのは響いてる。響いてるね、だいぶ。なるほど。そう、強かったな。いや、隙間やっぱあるよ。ちょっとじゃあかけるか。じゃあ俺、寝転ぼにかけるわ。あ、寝転ぼ？寝転ぼ。俺は、どうしよっかな。ああ、落ちたわ、寝転ぼ。負けた。明太子にじゃあかけるわ。俺今ちょうど見てるから。ああ、なるほどね。うん。この人ね、まあ、でもやっぱ明太子っていうのはね、強いんだよな。配信者でしょ、これ。ツイッチ。そうね、書いてあるね。うん、ああ、もうよく行ったね。うまいうまい。やっぱそのね、こっから場所変えないの強いね。この先端から。あっ。うえ、よく行った。うわぁ嘘だろ。ワカメと。ルナの。ルナの。ワカメ勝ちそう。じゃあルナのにしよう俺。ルナの画面見とくわ。俺はワカメでしょ、どう見ても。この服未だに着てるって、確かにな。あ、
これってでもあれでもらえるやつだもんね、バトルパスみたいなので、うん、おお、よく避けたそれ。あー、もう、あー、わかめだ。わかめでした。わかめなんです。やっぱ人の邪魔する能力力わなきゃ、ジャンプショーダウンが明らかにそれじゃん。うん、邪魔しなきゃ勝てないじゃん、うん、結構強になってくるな。そう、いい試合見せてもらったちょっとじゃあ邪魔力を鍛えよう。邪魔力はちょっと練習しましょうか。うん、うん、やっぱそのロールアウトブロックパーティー、うん、まだ全然やってない部分だからそこ、うんうんうん、ヒアローもそうね、うん、ドンと押すっていうそこを鍛えつつ、まあ、その勝率を上げていくと、うん、ぜひ皆さんも新しかったフォートナイトもこのパーソンで見てください。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。